この岩は俺の予約席だってばよ。五代目おかげナルト様だ。またナルトか。いたずらばっかりしやがって。今度は自分の顔を描きやがったか。なんちゅう罰当たりだ。まったく。あれでアカデミー卒業したんですって。この葉隠れの忍びも落ちたものだわ。大丈夫なのかしら。だって本当はあの子。ちょっとそれより先は禁句よ。あ、ごめん。うっせんだってばよ。ようやく卒業できたというのに何バカなことしてる。だからその最後に卒業を記念にと思ってさ。今から落書き全部消してこーい。いやちはい、まったく。これから下人になるってのにお前の今後が心配だよ。心配すんのは今日で最後だってばよ、イルカ先生。見ててくれよ。これから頑張って頑張って、俺は絶対ほかげになってやっから、そんで先代のどのほかげをも超えてやるんだ。ナルト、何言ってんだ。おかげってのはそう簡単になれるものじゃないんだぞ。まあ見てろって、イルカ先生。どこからそんな自信が出てくるんだ。おーし、頑張るぞ。そろそろしまいにしようぜ、この戦いを。これまでの戦いを。しどり。ラセンガン。ナルト。サスケ。サスケは。なんだってばよ。だ、エロ仙人。やお、相変わらず傷の治りは早いようだの。え、ああ、うん。サスケはダメだったようだな。修行？ああ、これからわしの弟子として3年間でお前を一人前に育て上げる。じゃあこれでまたサスケを。ただな、サスケのことはもう忘れろ。サスケは己から進んでオロチマルのところへ行った。お前が何をしようとあいつは変わらん。サスケは。あいつを連れ戻してやるとか思ってんならやめとけ。
そういうのは思い上がったバカのすることだ。ペロ仙人には何でもねえかもしんねえけど、俺にとってあいつは友達なんだよ。友達が仲間を傷つけるのか。今のお前のそのありさまを見てみろ。これは遅かれ早かれこうなる運命だったんだ。もう苦しむな。忘れて切り捨てろ。術や力だけじゃない。忍びなら正しい判断や選択をする目を養え。忍びとして生きるならもっと賢くなれ。バカのままじゃこの世界生きづらいのが現実だ。分かったよ。賢いってのがそういうことなら俺は一生バカでいい。一人でももっとすげえ術編み出してサスケは絶対助ける。お前みたいなのが一人でやってもどうせくだらんエロ忍術を思いつくくらいが関の山だの。バカはバカでも大バカだったらなんとかなるかもな。退院したら覚悟しとけの、この大バカもんが。じゃあの。わっ！今日立つのか。うん。そうか、少し長旅になりそうだな。うん。そろそろ行くぞ、ナルト。おう、じゃあ行ってくるってばよ、イルカ先生。ラーメン代は出世払いね。たく、頑張れよナルト。見ててくれ。